あんな子こんな子どんな子、色とりどりさん。今回の色とりどりさんは勇気11歳。バスケットボールが大好きで、地元チームのファンクラブに入っているんだ。将来の夢はバスケットボール選手。そんな勇気がやってみたいことは、大きな会場でバスケットボールの試合を見ること。でもそれが結構難しい。人がたくさんいるのが、みんなにはこう見えるかもしれないけど、勇気にはこう見えているし、キラキラした照明の光は目に刺さるように痛いし、拍手や声はつらいよな。そんな勇気に、こうなったらいいなっていう未来の夢を聞いてみよう。勇気、聞かせてくれ。誰でも観戦できる試合会場があったらいいな。おほ、そりゃいいね。音や光が抑えられて、パニックになってもリラックスできる部屋で見られたら最高だな。でもって、いつか勇気選手のかっこいいシュートが見てみたいな。色とりどり。